iPad のソフトウェアキーボードによる入力ソフトウェアキーボードとは文字入力のために使われるキーボードをコンピュータの画面上にソフトウェアで実現したものである。画面上にキーボードの図形や文字を表示しマウスあるいはペンなどのポインティングデバイスや指先によるタッチあるいは十字キーなどで各キーを指定して文字入力を行う。入力ボタン数に 限りのあるゲーム専用機やハードウェアキーボードを持たずタッチ入力インターフェースを基本とするスマートフォンやタブレット端末などで特によく使われている。音声出力や検索機能を搭載できるカスタマイズ性が特徴の一つで初心者や障害者支援の一環にもなっている。Web キーボード、仮想キーボード、画面キーボード、キーボードエミュレーター、オンスクリーンキーボード。 バーチャルキーボードとも呼ばれる。また銀行等の金融機関でもスパイウェア対策として使われているところが多い。オペレーティングシステムに標準で搭載されているものもあれば後からインストールして使えるサードパーティー製のものもある。また、ウェブブラウザ上で動作する JavaScript を利用してソフトウェアキーボードを実現しているウェブサイトもある。システムに組み込まれた インプットメソッドエディタとして動作するソフトウェアキーボードで入力する場合、標準的なアプリケーションフレームワークおよびウィジェット、ツールキットを使っていれば、アプリケーションソフトウェア側の個別対応は不要であることが多い。ありがとうございます。